なんだかんだ言って。ボールペンは、三菱鉛筆ユニ、ジェットストリーム 0.7 ミリ。静岡競輪場で耳に挟むため。今回は赤を買いました。競輪場といえば、昔は赤鉛筆でしたが。時代は様変わりしましたね。ジェットストリーム、黒の 0.7 ミリが抜群の書き味であるということは、我々ボールペン画家界隈では広く知られているわけですが、ジェットストリーム、赤 0.7 ミリが我々にとって未知の領域なのは、決して知られてはならないことなのです。それを公にしてまで赤 0.7 ミリを購入したその覚悟たるや。手に伝わる感覚が黒 0.7 ミリと違う。インクの粘度が違うのか、 0.3 ミリで書いているような先鋭感とでも言いますか。